頭はぼやっとしているし、体中はほてるように熱い。服が今にも燃え上がりそうだ。あちこちがだるくて、一歩踏み出すだけで倒れそう。眼球から水分が飛んでいるのか、兄ちゃんの姿もまともに見えやしない。次に瞬きしたら、もう二度と目を開けないかもしれねえな。つまり、ベストコンディションだ。I am the spy. You know, hiding won't save you. するなら今のうちだよ、兄ちゃん。そのセリフは随分と遅い。拳が痛いから殴るのはもうやめる。やるじゃん、兄ちゃん。このあと分かったろ、兄ちゃんは私には勝てない。お前こそそろそろ悟れ、カレンちゃんは僕には勝てないんだ。正義は必ず勝つんだろ。だったら勝った方が正しいってことでいいんだよな、兄ちゃん。兄ちゃんを倒せば私は行ってもいいんだよな。その考え方は危ないよ。正義とは随分ほど遠い。はあ、何言ってんだ。兄ちゃんがいつも言ってんじゃないか、偉そうに。へえ、僕が何と言った。私と月日ちゃんのことだ。正しい、でも強くない。正義は必ず勝つんだから、負けちゃダメだって。私たちのことを偉そうに偉そうに偉そうに。だから私は負けないように。ああ、そのことか。その通りだよ。お前は正しい、でも強くない。強いだろ、少なくとも兄ちゃんよりは。力が強くっても意味なんかねえよ。本物に必要なのは意志の強さだ。怪奇のことを許せないというその感情の一体どこにお前の意志があるというんだ。お前たちはいつだって他人のために動いている、誰かのために動いている、
そこにお前たちの意志はない。違う。私たちは私たちが正しいと思うことをしているんだ。みんなのことは理由に過ぎない。笑わすな。理由を他人に求める奴が正義であってたまるものか。他人に理由を押し付けて、それでどうやって責任を取るというんだ。お前たちは正義でもなければ正義の味方でもない。正義の味方ごっこで戯れるただのガキだ。偽物だ。お前たちが敵視するのはいつだって悪人ではなく悪役だ。違うか。違う。何も知らないくせに勝手なことを言うな。翼さんなら分かってくれるはずだ。あの人は何でも知ってるんだから。何でもは知らねえよ。あいつが知ってるのは知ってることだけだ。自己犠牲じゃない。自己満足に甘んじる覚悟がないのなら、正義などと大行な言葉を口にするな。不愉快だ。他人のために動いて何が悪い。自己犠牲の何が悪い。私たちが偽物だったからって何が悪いんだよ。それで何か兄ちゃんに迷惑をかけたか。迷惑はずっとかけられてる。ただし悪いなんて一言も言ってない。劣等感と一生向き合う覚悟があるのなら、たとえ偽物だろうとそれは本物と同じじゃないか。言っとくが、僕はお前たちが大嫌いだ。だけどいつだって誇りに思っている。兄ちゃん悔しいと言ったな、カレンちゃん。僕は確かにそれを聞いた。だけどな、僕の方がずっと悔しい。僕の誇りを汚した奴を許せるか、あとは任せろ。悔しいってか、情けない。兄ちゃんに尻拭いをさせちゃうなんて。てめえで汗も拭けねえ奴が何言ってんだ。妹の尻拭いなんて兄ちゃんにとって名誉以外の何でもない。今回は僕のかっこいいところを見せてやる。惚れないように気をつけるんだな。近親相姦になっちまうぞ。もう惚れてる、兄ちゃん。あとは任せた。